中京当局は半導体や通信ネットワーク機器、電話などあらゆる分野を対象に外国のテクノロジーを国産技術に置き換える取り組みを進めています。ブルームバーグの報道によると中京当局は政府機関や国営企業に対して外国製のパソコンをレノボなどの国産 OS で動くパソコンに置き換えるよう命じたとのことです。これにより 今後2年間で少なくとも5000万台の外国製パソコンが交換される可能性があります。中共当局はテクノロジーに関して戦略的なライバルであるアメリカへの依存度を減らそうとしています。特にアメリカがファーウェイのような中国企業に制裁を加えていますが、それに伴い地元企業やビジネスが打撃を受けたことを受け、このような傾向が強まっています。ブルームバーグの情報によると、この新しい方針は、 コンピューターのブランドやソフトウェアのみを対象とするようです。ハードウェアであるマイクロチップなどの交換が困難な部品は対象外となるようです。中京当局は、マイクロソフト社が開発した OS、Windows を LinuxOS に置き換えることを奨励しています。中国の国営メディアとサイバーセキュリティ機関は、特別な許可を得て、引き続き海外の先進的な機器を購入することができます。 しかし、この許可制度も将来的には厳格化される可能性があります。NTD ジャパンがお伝えしました。